ぼかしには酒かす一本失敗なし。酒かす一本失敗なし。はい、こんにちは。ザッキーズファームの山ちゃんです。今日は肥料がすごく高騰しているので、なるべく安く家庭菜園に使える肥料を作りたいと思います。で、今日用意するのが、米ぬか。もらってきた米ぬか。これ、JA なんかのコイン精米所に行くと、タダでいただけます。そして、もう一つ、今日の発酵の元となる酒粕、発酵の元となるには乳酸菌やイースト菌や納豆菌やいろいろ入れる人もいますけれど、今回は酒粕1本で、普段ザッキーズファームでは酒粕だけで発酵させています。そして1回目だけ酒粕を入れますけれど、しばらくの間は残ったぼかし肥料に米ぬかを足していくことで酒粕も必要じゃありません。つまり無料で肥料が作れます。それじゃあまず米ぬかをブルーシートの上に巻いていきます。新潟県産コシヒカリ、なんか効くよね。いい米になるような気がしちゃう。今日は40キロぐらいいっぺんに作ります。ただただのもん大好き。コイン精米所に書いてあるご自由にお持ちください。素敵な響きだよ。酒粕を水で溶かしたの。こんな丁寧にすり鉢でやる必要はない。コツとかありますか？まんべんだ。水の量ってどうですか？水の量は適度に様子を見ながら。そうですね。これでもあれなんですよね。思ったより少なめにやっとくと失敗しないんですよね。水分が多いと失敗っていうか腐敗するんですよね。
こんな感じで水分量をチェックして、少し自分が思ってるより水分少なめでちょっと粉っぽい部分があってもいいです。これ以上あんまりベタベタにすると腐敗することの方が多くなっちゃいます。ぼかしには酒かす1本失敗なし、酒かす1本失敗なしってね、何のフレーズなんかわかんないけど、酒かす1本失敗なし、そんな感じでうちは酒かすだけです。酒かすぼかしね、そうそうそう、酒かすのぼかし失敗しないもんね失敗しない、前より失敗減ったよね、減った減った、最初いろいろ入れた時よりちょっとこれ開けるのが怖い時あるね。そうだよね、腐ってたらどうしようとかねだけどその腐ってるので里芋すごくすごく育ったけどねそうそうそう、じゃあちょっとこれ巻きいきましょう。それじゃあ今ナスの補場に来たのでぼかし肥料を与えてもらいたいと思います。お願いします。今タッキーは株元に撒いてますけど、普通の肥料を株元に撒くと良くないんですよ。で、ぼかし肥料の場合は株元に撒いてもいいし、通路に撒いていっても大丈夫です。さっきちょっと通路にもバラバラって撒いてみて、そうそう、通路の肩にね、そう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 、それが後々効くからね。普通はね、重たいからね、小さい人でバケツ持ってくるの忘れちゃった。この胸肩のビニールの穴開けて、こっそり入れとくのもあるんです。ナスの肥料切れのサインって、こう葉っぱの色だったり、葉っぱが立ってなかったり、いろいろあるんですけど、この花びら、花の中のこのおしべとめしべの関係で、真ん中がめしべかな、めしべが長いタイプ、これを超過中過、こういうタイプは肥料が足りているっていうことです。そしてこちら側は真ん中のめしべが短いタイプ、これは短過中過といって肥料が足りてない、まあ今回はちょっと水が足りなくて肥料がいってないのかな、だから短過中過と超過中過って覚えてください。あ、夏になるとラーメン屋さんで食べるやつ、それは冷やし中華だ